Hey, what's up guys, Jordan52 back again today with another reaction to a certain scientific railgun, this time with episode 13. Last episode was really good, seeing the outcome of the level up scenario with the drowsy girl eventually going to prison like most of the bad people in the story so far, although I don't really think she deserved it that much. She was just wanting to get some closure really for the kids that she was teaching. But Uehiru and Misaka coming in clutch there really, and we also got to see Saten recover and Koroko as well at the end, for a really nice ending to a nice little arc there and a nice feeling to it. But I'm really enjoying the series so far, so just thought I'd watch another episode. But if you guys do like this this episode, please leave a like down below, subscribe to the channel, and leave some comments with your thoughts down below, and yeah, let's just get right to it. What is that thing? It does that quite a few times. That butterfly? Those two from the swim pool. That's a horrible fucking rule. Wearing a uniform on a Saturday and Sunday. England won't be having any of that. And even less in America, they get to wear what they want. でもこの胸に響いてきますわ。
オーディエンスってそれお家の方でしょう。さ、早く参りましょう。試着室に案内してくださる？あ、はい。こちらです。私に似合う水着はありますか？お知り合いなんですか？知り合いたくありませんでしたけど。それじゃあ、どれでも好きな水着を選んでくださいね。はい。This episode might actually be better than the last one. だから結構ですって。あなたの胸だと大きい。あなたとはいつかきっちりお話をつけなくてはいけませんわね。Exactly, man. Do what you want to do. Oh, damn, the sign is looking bad. Jesus. For that little boy. You got a snake. Oh my days. Yep. All of them just put to shame. Must be nice here. True.やっぱり男の人ですかね。ああ、そういえばそうですわね。
分かってるとはいえちょっとね。これだから素人はモデルは見られることでより美しく輝くんですのよ。すべて自動撮影です。え、カメラが視界に入ることはまずありませんので自然体でお願いしますね。え、 I don't read all that. Anise? These noises.自然体って言ってもあれは違うわよね。お姉様、私たちもやりますわよ。やるって何？もちろん自然体でさ。ぬれ合いっこですの。またそれか。やらないってば。待ってくださいですの。よるな。ぬりぬり。なるほど。あれが自然体ね。さすがまさか様、素晴らしいお手本です。私たちも見習いましょう。Are they actually getting boats on that thing?急に寒くなりましたけど。それに合わせて気温も変わるみたいですね。じゃあそこまでやる必要ある？ここで自然体って言われても。私はモデル。無理するからですの。焼けますね。なんでこんな極端な。水水って水多すぎ。だからなんでこんな極端な。なんでしょうこの装飾過剰な船は。うおーどっせーどうです、見事なカツオ。残念、それはスマガツオですね。スキップジャック。ヤイトとも呼ばれるんですよ。って、ん？あ、やみましたよ。あ、綺麗な星空。見て、あそこに地球が。でも綺麗ですね。そうね。ご覧になって、あれは。ザ。キャンプ場？ごめんなさい。今カメラのシステムにエラーが出てしまって、すぐ治ると思いますから、しばらく休憩しててください。休憩って。あ、そうそう。その代理は本物ですから、ご自由にどうぞ。ご自由にって言われても、どうします？このシチュエーションにこれだけの食材。カレーしかないでしょ。じゃあ、ご飯とカレーの担当に分かれましょうか。私、カレーやります。私も。じゃあ、ご飯やりましょうか。お姉さまがやるなら私も。まったく、カレーなんてそんな庶民な食べ物。美味しいじゃないですか。カレー嫌いなんですか？実は作れないんじゃありませんの。何を言っていますの？もちろん作れますわ。金剛家に伝わる究極のカレーを。どんなカレーなの？なんか美味しそう。食べてみたいな。ぜひ作ってください。せっかくですから今日は庶民のカレーを食べて差し上げてもいいかな。両方作ればいいんじゃない？材料あるし。それいいですね。賛成ね。まあどうしてもというなら。やったー。じゃあそういうことでよろしくね。私たちはご飯炊くから。はーい。楽しみにしてらして。あの金剛さん。はい。私たちもご一緒してよろしいでしょうか？
どうぞご随意に。それではまず玉ねぎの皮を剥きます。それでは、はい、また明日。あれ？故障？困りましたわね。うん、そうだ。IH です。話しかけないで。気をつけてないと吹きこぼれちゃうのよ。これもお願いね。え、まだあるんですか？ずいぶん小さくなってしまいましたね。これどうすれば。あれはこうやって作るんでしたのね。一つの玉ねぎからこれだけしか取れないなんて、なんと貴重な食品なんでしょう。勉強になりまして。はい、I'm not very good at cooking, so I've got no idea what's going on. 教えていただいて。実は私たち今までカレーって作ったことがなかったんです。こうしてご教授いただけて光栄です。None of those know what they're doing either. 長切りですよね。え、カレーの時は乱切りじゃないの？いちょう切りの方が可愛いと思うんですけど、火の通りも早いし。じゃあ、ウイハル分かってないな。カレーの野菜は大きすぎず小さすぎずが基本でしょ。うちのカレーは野菜を細かくしてルーと一体化させて食べるんです。いやいやいや、細かくなんてありえない。ジャガイモもちゃんと面取りして見栄え良くする方が大事じゃん。見栄えよりも味が大事なんです。味だって美味しいもん。ねえ、やっぱり野菜は大きい方がいいですよね。細かくですよね。トウモロコシのトマト。These guys doing? そしてワカメをぶつ切りに。切りにくいですわ。That was another thing. This was meant to be a break, but they're all cooking. I'm not been cooking on my break. And this was a pot noodle. Strawberries and a curry.Sorry, I keep rubbing my eyes, guys. Hay fever's bad right now. それなら皆さんに作り方を教えていただきましょう。ね、そうですわね。Yes, ask for help. Should have done that in the first place.She's got so much pride. Yeah, this is what they want the photos of. Chicken curry, this. We're the seafood curry, this. This. Yeah. Actually, that's pretty good.いただきます。うん、おいしい。何が出ていけば味が出ていいね。大きいのもおいしいです。は、うん、これもなかなかおいしいですわね。ほんとおいしい。 Damn, my God, babies are ridiculous. よかったですね。頑張った甲斐がありました。あなた、いい人ですわね。お名前は？
ミサカ、ミコトだけど。ミサカ、どこかで。まあいいですわ。これを機にお友達になって差し上げてもよろしくてよ、ミサカさん。そう。ようなお待たせしました。システムが復旧しましたので撮影再開しますね。ああ、わぁ。美味しかった。こういうモデルなら大歓迎だな。楽しかったですね。喜んでいただけてよかったです。たまには庶民の味も悪くはありません。おかわりしてらしたくせに。あら、美坂さんは？え？お姉さま？あ、これじゃなくてこっちか。What？どうも。ビリビリ。ビリビリ。あいつ。So, thanks for watching the video, guys. Really awesome episode again there. Really funny episode just for all the girls.Doing a bikini shoot, as good as you can imagine it would be. A lot of nice scenes in there, and especially at the end with Toma coming across Misaka on the monitor, doing her thing in a childish swimsuit. But yeah, really cool episode. Really enjoyed that one actually. Very different tone from the last one, obviously, but really good nevertheless. But if you guys did like this video, please leave a like down below, subscribe to the channel, and leave some comments with your thoughts this episode down below. I know I've got a lot of thoughts on this episode. Get to see a lot of the girls in a very revealing way. But again, thanks for watching, guys, and have a good rest of your day.